収束していく魔力の波。これだけの規模の大魔術を邦人も触媒もなしに行うとは。27祖クラスの使徒が再び現れたと。教会から使徒討伐の発令はありませんか。町一つを覆う結界を教会が観測できないなんて、まるでこの町と外の時間が違っているような。状況は見えませんが、ここで手をこまねいているわけにもいきません。何であろうと使徒が台頭したことは事実。教会の代行者として処理しなくては。まあこの町にはおせっかい焼きが多いんで、放っておいても解決はするんでしょうけど。それで大怪我をされたら食事を一緒に取ることもできませんしね。ああ、もう逃がしません。出会っちまったか。ラウンド1ファイト。ゼロガタン。よっと。ゼロガタン。飽きないな。そら。フラックス。待て待て。遅い。ゼロガタン。ふん。よっ。ザッケーにしよう。わずかくでした。よっ。よっ。行きます。ゲーム。倒れなさい。あなたの罪はあなたの命で調停します。ニューウィン。ラウンド2ファイト。よっと。貴様飽きない無駄だらけだ。貴様飽きないな。残刑にしよう。見せてあげましょう。待て待て。よっと。セブン。カルバリアデスピア。ハーフドライブ。うむ、こんなところですか。ニューウィン。言ってるそばから遠野くんの影ですか。もう本当に人がいいんですから。何か失敗をして使徒に捕まっていなければいいんですけど。もう逃がしません。ラウンド1ファイト。ジャガッ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 ト。あなたの罪はあなたの命で調停します。ニューウィン。ラウンド2ファイト。思い上がるな。おまれさま再開するな。行け。ゼロ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 。はっ。お前よ。手加減できませんからね。よし。あなたの罪はあなたの命で調停します。ニューウィン。
祈りを知らぬ者、感謝を知らぬ者に鉄槌を。眠りなさい。死の淵への刹那こそあなたに与えられた最後の戒心です。その魂、煉獄に送ります。あなた、ラウンド1ファイト。負けません。楽しいじゃない。私の負けです。うむ、こんなところですか。ムーンビース。ラウンド2ファイト。楽しいじゃない。いきます。倒れなさい。行くわよ。はっ、抜けろ。手加減できませんからね。いいわ。私の負けです。あなたの罪はあなたの命で調停します。ニューミン。魔が人につくは天の試練。消えなさい脱落者。あなたはその計りから転げ落ちた。地下にこんな鍾乳洞があったとは。しかしこれではまるで死との。そう、吸血鬼の手ぶれだな。懐かしいだろうエレイシー。たった数日とはお前も存分に味わったでしょうか。否定はしません。血を吸われずとも仮初めの吸血鬼となり、使徒として犯した罪は永劫に消え去らない。私にあなたを下道と蔑む資格はない。おう、俺の転生先に選ばれ舞を塗り替えられていく事故に震えていた小娘とは思えないセリフだ。妖怪のしつけは厳しい。さぞ陰惨な罰と試練を押し付けられる。何回死んだ。その死ねない体で教会の盗作者どもは何回お前を超え、何回達しやがったんだ。ああ、まさに最高の生贄だ。やつらは魔女狩りにしか興奮しない聖人様の集まりだからね。さぞ愛され殺され続けただろうよ。そうですね。彼らの教えは厳しく、だからこそ私は立ち直れた。私が手にかけた人々を上回る死を体験して、私はようやくシエルという代行者になったのです。おう、ではあの夜の悪夢から解放された。その体は聖なる灰を許されたのか。まさか。罰は受けましたが、贖いはこれより永劫に続いていく。私は埋葬期間7位、聖獣の代行者シエル。その名にかけ使徒ロア、あなたのような吸血鬼を残らず地上から抹消する。ラウンド1ファイト。ここから耐えてくれよ。まだまだ。さ
しがちにしてあげましょう。危ない。あなたに次の生はありません。死の腕は今度こそその邪神を捕らえた。懺悔は済みましたか？くれないよね。ラウンド1ファイト。ごめんなさい。負けません。まだせっダメって。せーの、負けないで。期待ですよ。この期待ですよ。危ない。ゼロ、えい、ふっふっ、ドア、ドア、キャンド、負けないだ。やってくれましたね。嫌な性格です。まで私には出会わないことです。命に保険はかけたかね。もう逃がしません。ラウンド1ファイト。ゼロ、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 
実力差です。埋葬期間7位には伊達ではないと理解できました。軽く分割しといきますか。起動ダウンのワンファイト。見てろ、やってくれますね。よっしゃ、セット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 、予測済みです。何の手加減できませんからね。予測済みです。脅かしただけですよ。ニュービンダウンド2ファイト。ひねっや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 っまだまだゼロゼロ単調です。許さない。明日の今しめと何が敗因だったのかよく考えておくと明日の運勢に星一つ追加ですよ。代行者シエン、以前から話には聞いていたが、実物はより鋭く高潔な戦士らしい。
奇襲で済むものを私との一騎打ちに応えるとは。君の戦いの整列さは埋葬期間というより我々に近いようだ。あなたも教会の騎士にしては正直すぎますね、リーズバイフェ。彼らの常は数による相当、主の意向を示すためにはあらゆる慈悲を覆い隠す。正直、聖堂騎士の中で一騎打ちを望む者が残っているとは思いませんでした。それがたとえ使徒を守るためのものだとしても。それを言われると少し辛いな。だがそのおかげで君とこうして戦える。吸血鬼討伐のレコードはほぼ同数、アンカー使いとしての名声も同格となれば、あとは直接戦って結果を出すのみですね。望むところです、盾の乙女。どちらがより優れた聖典の担い手か決着をつけましょう。ラウンド1ファイト。絶対だ、嫌な性格ですよ。器用だな。嫌な性格ですよ。雑な音、金の悔いません。卑怯だ。器用だな。手加減できませんからね。逃げるなら逃げちゃってくださいね。ヌーミー。ラウンド2ファイト。嫌な性格です。やるな。ソロ長い。ソロ長い。銀のクイーン。ソロ長い。ゼロ団長。行きます。おめでとう。器用だな。まったく手間をかけさせるんですから。ムービー。固有結界が収束した。いえ違う、これは心象風景ではなく本当に世界が滅び去った後の光景。そんなバカな、それでは神祖の空想具現化だ。たとえ27祖としてもあれを使用できるのは睡魔すみれだけと聞きました。その通り、大根子。空想具現化は星の触覚である神祖兵器にのみ扱えるもの。これは切り取られた人、ごくわずかで私が冤罪し運び込んだ世界に死に進める。世界に死ぬにしては随分と現実感があります。これは魔術理論、世界観そのものです。卵の内側にして外側、この世界があなたによって完成されれば内と外が入れ替わる。空想が現実に侵食するのではなく、現実が空想に封じ込められる大禁忌。これだけの魔術式を作り上げる以上、あなたがたたりのようです。そうだ、私はオシリス。連戦した賢者の石を持って霊長の守護を達成するもの。私はワラキアの夜と違う、共に目的は同じ。賢者の石にかけ私の末端となる
大行使。その優れた魔術回路が使われたこと意味がある。同じですよ。あなたが何者かは知りませんし、人間を救おうとする目的もまあ本当なのでしょう。ですが同じです。あなたも血に飢えた吸血鬼に他ならぬ。理解はできない。私とアラキアの夜はどうしよう。まだただ一人も手にかけていない私が。ええ、殺すためにたたりを起こすの、殺した後のたたりを起こすの。あなたに殺人の快楽はありません。やっていることは同じです。いいえ、手を汚さない分あなたの大量虐殺は罪深い。ボタン一つでリセットするあなたの機能だけで十分です。感情で道理を語る。いいだろう。我が赤き水に飲まれ生きたまま回路となるのに、人間の業を持ったままこの世の終末を見届けよ。ラウンド1。赤くバイト3を持ってゼロキャッド救済する。消えなさい。オーナーゼロキャッド動く。終わりですか。さあ、我が赤のスナイパー。さあ、負けません。我が赤のスナイパー。まだまだ。取りなさい。嫌な性格です。神です。取りなさい。動く。嫌な性格です。表現できませんからね。オーン、動くな。ケイオン。まったく、手間をかけさせるんですから。最大の敵である。ラウンド2ファイト。ゼロキャット、セット。神ですね。やりますね。ゼロキャット、セット。ゼロキャット、セット。ゼロキャット、セット。取りなさい。さあ、終わりですか。我が赤くすがなさい。動くな。ゼロキャット、セット。敵さえ散る。エーテライト。ゼロキャット、セット。動くな。ゼロキャット、セット。危ない。手加減できませんからね。神です。ゲーム。フィルネス。なんて、ちょっと脅かしただけですよ。ムーンビたたりは完全に消滅。エルトナムが起こした不老不死への道もついえたということですね。オシリス、錬金術の基本にして最奥と言われる賢者の石、あんなにも錬成する技術は素晴らしくはありました。私たちにはまだ手に余るものでしょう。と、次の指令ですか。たたりは消えたといってもその後始末は生ほど残っている。休んでいる暇はありません。この町に隠れる死者たちの処理にあと半年というところですね。その後はいい加減彼女に決着をつけることになるのでしょう。まあ、その時はその時です。今は当面の責務を果たしましょう。もし本当に救いがあるのだとしたら、何かの間違いで彼女と共存できるかもしれないですし。